岡田正義は、日本の心臓外科医。専門分野は、心臓血管外科、胸部外科、レーザーと医学、補助循環法など。昭和36年、現、神戸大学医学部卒業。昭和41年、同大学院博士家庭修了、医学博士授与。助手として、ドイツのハイデルベルク大学に、国費留学し、特に、心臓血管外科学を研鑽した。 その後、神戸大学医学部、第二外科の講師、助教授、教授を歴任した。平成11年、神戸大学医学部教授を定年にて退官。新近内血管形成術に関し、1985年11月12日に臨床例で、本邦単独の世界初の成功例を得た。神戸循環器クリニック委員長、国際先端総合医学研究所所長。 加古川総合保健センター理事、兵庫大学教授、兵庫大学健康管理センター所長、大阪府再生会中津病院顧問、新日鉄広畑病院顧問、新興加古川病院顧問などを歴任。日本成人病学会、日本静脈学会、日本外科系連合学会、日本レーザー医学会、日本腹部救急医学会、日本血管内治療学会、 日本医工学治療学会、日本肝動脈外科学会、日本循環器病、シニア学会、日独血管外科学会などを含む国内外の学会長も歴任明石病院院長、ドイツ外科学会名誉会員、ドイツ血管外科学会名誉会員、ハーバード大学客員教授、ハイデルベルク大学客員教授、中山医科大学客員教授、ベルリン自由大学客員教授、 ドレスデン大学客員教授、大阪医科大学客員教授、日本血管内治療学会名誉理事長、日本循環器病最先端サミット、学会理事長補活域、ありがとうございます。